このチャンネルは、とこねこの魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、ねこ兄さんです。今回の動画は、商店街で元地域猫の茶トラと茶白兄弟はアイドル猫にゃん列トライアル決定で最後の推し活ということでですね、この子が藤尾くんって言いますよ。もうすでに10歳になったシニア猫なんですよね。もうね、穏やかな子でね、めちゃくちゃ可愛いんですよ。撫でられるのが大好きって感じなんですよね。普段だったらね、手にスリスリしたりとかはするんですけれども、この子はチェッカーちゃんですよ。こちらが高尾くんですね。ソファーで冷たくしたらボロボロやん。直しましたけれどもね、どこ行くんか。あ、猫兄さんのトートバッグ邪魔でした。移動すると高尾くんは登っておりましたけれども、高尾くんと藤尾くんがね、兄弟になるんですよ。でね、今まで8年間ぐらい商店街の地域猫だったんですけれどもね、餌やりが禁止になってしまったんですよ。それでね、保護されたんですが、お尻トントン苦手やねんな。高尾くんね、お尻トントンしてると噛んだりとかするんですけれどもね、ね、噛もうとするでしょ。でもね、噛んではいけないっていうのは分かってるんですよ。ん？鼻キスしてくれる？うん、お尻トントンさえしなければすごく穏やかな子なんですけれども、甘噛みすんの。まあ言うても歯を当ててるだけなんで痛くないんですけれども。藤尾くんは顔近づけてみましたけれども、鼻キスしてくれたよ。ねえ、すごく人のこと大好きって感じがするでしょ。これだけね、人懐っこいということでトライアル決定しました。もう10歳のシニア猫っていうのはほぼね、トライアルとか決まらないんですけれども、さすがアイドル猫にゃん列だけありますわ。本当にね、お店の1番人気と2番人気が藤尾くんと高尾くんなんですよ。でね、この日遊んでくれるんですよね。ただ一瞬だけかな。まあシニア猫なんでね、ずっと遊んでくれないな。でしかもね、隣にはね、チェッカーちゃんがいてるんで余計遊びにくいかなとは思うんですけれども、うん、遊ばないか。あ、でも反応してるな。高尾くんと遊ぼうと思ったんですけれども、指突っ込んでみました。香箱座りをしてるとね、指突っ込みたくならないでしょうかね。まあ多分ね、高尾くんって今まで遊んだことないんですよ。ね、遊ばないでしょ。この子はチェスくんですよ。チェスくんも遊ぶの大好きやんな。おもちゃ変えてみようか。見てるな。あ、遊んでくれた。立ち上がったやん。え、藤尾くんと遊べんねや。高尾くんも遊べへんな。横になってるやん。なんか遊びそうやな。ね、結構遊び、こんなコロンコロンするもんなんや。いや、藤尾くんがここまで遊んだのね、初めて見ました。まだ遊ぶな。猫パンチしてるわ。まあさすがに走り回ったりはしないかなとは思うんですけれどもね。立ち上がってるな。あれ、何してるんや。多分今ね、トンネルの中にね、入ろうと思って失敗したんやと思うんですよね。まあ穴入ろうとしたよね、絶対。失敗してるやんか。中入ったね。通り抜けていったよ。あんた何がしたかったんよ。ほんと面白いな。今回のお店は大阪京橋駅近くにある保護猫カフェ猫の惑星ニャークルさんです。藤尾くん結構遊んでくれてるやん。あ、やっと入れたね。さっきからね、真ん中の穴に入りたかったんですけれどもね。走りトントンすると怒る？藤尾くんもね、トントン苦手なんですよね。あ、もう遊ばへんか？ねえ、藤尾くん。撫でてほしいかな？
藤尾くんってね、お店に行ったら毎回ね、足にスリスリして撫でてって言ってくれる子なんですよね。まあその藤尾くんがね、いなくなるのは寂しいんですけれども、出発が11月の7日ということで、動画配信から少しね時間があるので、もし会いに行きたい方はね、ぜひねお別れの挨拶をしてもらえたらなと思っております。高尾くん遊ぶよりね、投げててほしいよな。ええ顔するでしょう。もうこの笑顔を見るとね、疲れが吹き飛びそうな感じがしますよね。かわいいな。お尻苦手、ごめんね。ただね、噛まれるのもね、最後の思い出かなと思ったりとかしてしまうんですけれども、もう一度猫枕。嫌がれへんな。この子は困るくんですね。お尻カキカキカキ。ちょっと嫌か。もう遊ばんかな。まだ遊ぶ。ジャンプするやん。藤尾くんこんなジャンプできんねんな。コロン。ちょっとぽっちゃりしてんのもいいよね。カミカミして。まあね、お家に入ったら割と遊んでくれるよっていう子もいてるので、ひょっとしたらね、高尾くんも遊ぶかもしれないですね。隅っこに隠れてるのも可愛いね。やっぱ撫でられるのがいいね、やっぱりね。膝乗ってくれたらええんやけれどもな。お腹は嫌かな。ね、スリートやってくれるんですよね。あ、なんかちょっと嫌だった。猫パンチ猫パンチ。まあ本気で怒ってないんですけれどもね。ただね、本来手で遊んではいけないんですけれども、最後の推し活ということでちょっと許してくださいって感じなんですが、まあこういうのでケリケリしてもらった方がいいかな。カミカミ。あ、やっぱお腹触ってんのバレた。あ、どっか行っちゃうかな。ここからはね、うちわを使って推し活をしていきたいと思います。ただね、高尾くん苦手なんですよね。逃げちゃうんですよ。嫌やな。そっか。でね、うちわを隠して撫でましたけれども、そしたら落ち着いてくれました。肉球見せて。藤尾くんはそんな嫌がらないんで。肉球、あ、嫌か。あららら、肉球見せてくれんかった。お膝乗って言ってますけれども、まあ藤尾くん膝乗ってくれたことないよな。あ、でもふんふんに乗ってるやん。スリスリしてええわ。これはあるんかな。今回でね、藤尾くんと高尾くんの動画って最後になるかなとは思うんですけれども、正式譲渡になった暁にはですね、2年近く取りためてる動画があるので、厳選して総集編をお送りしようかなと思っておりますので、そちらをお楽しみにしてくださいね。大好きだった子がね、いなくなるのは寂しくなるんですけれどもね、皆様も藤尾くんと高尾くんを応援していただけると嬉しいです。今後も保護猫ちゃんの可愛い動画どんどん配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。